パラレルワールド。平行世界。かけらはいくつもあり、どれも違う。今回はその中の一つのかけらが舞台。はあ。最近寒くなってきましたなぁ。おいおい、うぶ主。うん。そんなに毎日ゴロゴロしてると時間がもったいないぜ。たまには外で遊んだらどうだ。そうよ。時間は有限なんだから。私たちこれから買い物に行くけど一緒に来るか。眠いから二人で行ってきていいよ。はぁ。行こうぜ。この時の私はまだ気づいていなかった。こんな当たり前の日常が、ほんの少しのきっかけで簡単に消えてしまうということに。よし、昨日は断っちゃったし、今日は私から二人を遊びに誘うかな。あ、もしもし霊夢。おかけになった電話番号は現在使われておりません。あれ？これ霊夢の電話番号だよね。じゃあマリサにかけてみよう。もしもしマリサ。おかけになった電話番号は現在使われておりません。あれ？マリサにも繋がらない。ちょっと探しに行ってみようかな。はあ。あ、院長、フラン。霊夢とマリサ知らない？いや、知りませんか。フランさんは知っていますか？そういえば公園の方で見たけど。会ってどうするの？どうするって。いつもみたいに遊ぼうと思って。とりあえず教えてくれてありがとう。ねえ院長。さっきの人誰だか知ってる？いえ、見たことも聞いたこともありません。怪しいな。少し追いかけてみようかな。電話に出てくれないから心配したよ。えへへ。普段体を動かさないから少し走るだけで疲れちゃって。霊夢、マリサ、どうしたの？二人とも黙っちゃって。何言ってんだ。え？あ、二人とも昨日私が買い物に一緒に行かなかったから怒ってるんでしょ？だったらごめん。お詫びと言ったらなんだけど、今日みんなで行きたい場所があるんだ。すごく素敵な場所だから一緒に行こう。何言ってるのか全くわからないんだが。霊夢、わかるか？私もさっぱり。っていうか、あんた誰？え？だって。え？なんで？冗談で言っているんだとしても、ひどいよ。いや、そう言われても知らないものは知らないし。おい、霊夢、マリサ。フランに院長、お前たち、こいつのこと知ってるか？そのことについて話したくて僕たちもついてきたんですよ。霊夢とマリサの知り合いじゃなかったの？いや、初対面のはずだけどな。おい、お前。私たちってどこかで会ったか？どこかって？私たち三人で。フランと委員長も、みんなでいろんなことやってきたじゃん。辛いことも楽しいこともいっぱいいっぱいあったじゃん。どうして覚えてないの？悪いけど全く覚えてねえ。もしかしたら誰か覚えてる奴がいるかもしれないから、みんなを呼んでみるか。みんな、忙しいところ集まってもらって悪かったな。今日集まってもらったのはこいつについてなんだ。
こいつは私たちを知ってるみたいなんだが、私たちには覚えがねえ。だからどんなことでもいいんだ。誰かこいつについて、何か知ってる奴はいるか。わかりませんね。見たこともありません。知らないよ。みんな知らなかったわね。あなた本当に、おい。どうしてみんな覚えてないの？いろんなことがあったじゃん。そんな簡単に忘れちゃうものなの。私は、誰？